秋のはエンコンだ。エンコンで俺オブセッションになったんだ。オブセの人は、ここはね。やばいからここは書いた方がいいと思う。つけた方がいいと思う。結構見晴らし良すぎだから結構つけれれば結構、ただサイドだからあれだけどね。これが戦い。だからやばいんだよ、こういうとこって。こういうとこはね、B さんが行くんじゃねえのかよ。こういうとこはね、本当はやばいんだよ。見やすいってことが危険なんだよ。なら隠れたかったけど、別なとこで。ルビーなのかな。俺とも俺が引き付け役になるしかない。3秒のタイムを生かして安全地帯に逃げ込みたい。いや、いいんだ。少しでも、まあいいんだ。もうどうしようもないから、これがヒロちゃんのね、女性陣がもう泣くプレイね。まともな女性デッドバイプレイヤーは泣いちゃうわ。惚れちゃうわ。デイビッドがあれだから、俺が言った。うまく負けるかもしんない。デイビッドフリーにするため。すべてのあれは。セルケアある、あるっぽいから。枠を取った。そっちの方が絶対チームにとって。最悪捕まっても、デイビッドは多分セルケアあるから立て直せる。すべての戦略的な作戦はそう。だからバレてもいい、別に。デイビッドがやられる方がめんどくさい。多分。二人とも共倒れなら可能性がある。あのままで、意固地になってると、二人ともやられるとこになる。俺が多分引きつければ、うまく負けるかもしれない。最悪こうなっても頑張ろうと思っていた。発電機回ってほしいけどな。でも誰も来ねえのかよ、これ。さすがに来てくんねえ、もう。地下に行こう、地下に。ただ地下。めんどくせえとこにしろ。多分知らん。二階のあれが、二階のあれがあれなん、なんか二階のあれが見た感じなんか狙われてるっぽいな。あ、いい、頼む。
おい、おい、回復しねえのかよ。ダメなんだよ、セルフケアマンって。今の女性が惚れるプレイだぞ。デッドバイの10番があれができなかったらどうすんだ。ヒロちゃんの真骨頂だろ。チームのためにやる。自己犠牲の気持ち。我慢。したら誰かが逃げる。気合で逃げる。あれ？なんでこれ探知不可になってんだろう。猫反応的なものが。まあいい。大切なのは、合流だ。あっちの方に行く。今度は安定性を求めて。下は結構行ってる。焦るな。大丈夫だ。でも君たち多分3人ともできない。俺のプレイは。俺はただ逃げたんじゃない。デイビッド助けるためのプレイだ。いいんだ。まずここは。G と一緒になることよりは、巻き添いが一番やばいんだから。普通に考えて、小屋の位置はどこなの？そしたら。ここは終わったんでしょ？小屋があるはずなんだよ。なんで小屋が見つかんねえんだろう、今日は。どっかで鳴ってる。うん。ここが終わればあそこをつけれるんだよな。場所は分かった。ここの場所は。見た。ホテル。幼稚園から来る可能性がある。ここは地下室あるんだろうか。変だからしょうがねえから家あたりでやられるか。なんかね、ギリギリになってわかるんだけど、おかしいよな。おかしくねえか。なんで偽接金のあれがわかんねえの、こいつ。おかしくねえが。俺見逃したわ。ここのゲートね。抜けてくれよ。わかんねえぞ、行ける道が。あっちだってまだわかるけど、もう一歩の道がわからん。だからもう多分この地で俺はやられる。よし、出たぜ。回復だ。やつは気をつけた方がいい。やつは気をつけた方がいい。よし、次行け。よっしゃ。猫反応がさ、なんでなくなる時があんの、こい。今はさ、チェンソー使ってるとあれだけど、ああガラクタいじりで接近してんのかな。俺は、そう、多分それだったら解明できるんだが、多分。ああ、そういうことだよ、多分。だからなんだよ。だからだよ。うん、じゃないと最後ので分かったわ。うん。おかしいなぁと思ったよ。
おかしいと思ったよ。ガラクタで、だから、警戒しないといけない。ただなんとかチェイスでみんな逃げ切ってくれてよかったわ。やはり作戦成功だったな。うん。あそこでね、多分俺が意地張って、どっかに隠れて、